皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していきます。このチャンネルでは個人的に遊んだゲームを簡潔に紹介していくチャンネルです。主に3000円前後で安価で購入できるゲームを中心に紹介していきます。今後も様々なゲームを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、それでは今回紹介したいゲームはこちら、ディープロックララクティカです。おすすめポイントはこの後もう少し詳しくお話ししますが、簡単に紹介しますと、一人称視点の恐怖シミュレーターです。与えられた任務を淡々とこなす労働者になろう。いろんなビールも飲めるぞ。死ぬ危険性もあるけど協力プレイもあって、アットホームな現場です。そんな恐怖興味ありませんか？あればぜひお待ちしております。約2年間早期アクセスがあり、2020年5月に正式リリースとなりました。開発元はデンマークにあるゴーストシップゲームスです。今回はちょっと高めですが3090円となっております。 DLC も程よく出ていますので、気になった方はやってみてください。圧倒的に好評というレビューはやってみたらわかります。これは納得のレビュー。協力プレイを推奨していますが、ソロでも問題なくできます。ですが野良でもいいですので、協力プレイもおすすめします。オンラインの協力プレイがかなり面白いんです。しかし今回録画したのはソロプレイとなっていますので、あしからずぜひ購入して協力プレイしてみてください。飛ぶぞ。では、もう少し詳しくおすすめポイントや特徴を紹介していきたいと思います。でもその前に1杯飲まねえとやってらんねえよな。そうだろ。仕事にはビールは必要不可欠。始まる前に1杯、終わった後に1杯、これがジャスティス。ノリノリな音楽と飲む1杯はたまんねえよな。皆さんも仕事前に1杯、仕事終わりに1杯飲んでみてください。クズ感が味わえますよ。このゲームの主人公ドワーフ族です。このノリノリドワーフを操作していろいろな地域に行って仕事をしてくるわけですね。それではノリノリドワーフ族方々の紹介です。このゲームはマックス4人協力プレイで遊べます。ドワーフも4人キャラがいて、4人とも異なるスキルや武器を持っています。このゲームのおすすめポイント、その1、どのキャラもとても重要で、うまくキャラごとのバランスが取れている。今画面上に出ているのはドリラードワーフ。武器はプライマリに火炎放射器、セカンダリにピストル、特殊枠に C4 のような遠隔操作できる爆弾、グレネード枠にインパクトアクス。このキャラの特有なスキルが、名前のようにドリルを使い障害物の排除をスムーズにできること。壁を壊したりできるゲームなんですが、このキャラ以外はピッケルを使いエッサホイサ壊していくところを、このドリラーは前に進むだけで穴ができてしまうんだ。お次はエンジニア。セントリータレットを使用でき、迫り狂い世界惑星モンスターを効率よく排除できるのが特徴。物を運んだりするとき攻撃できない状況になるんですが、そのときタレットパイセンの出番。そして、協力プレイとして大きな役目を担っているのがプラットフォームガン。壁に打つと足場ができ登ったり降りたりすることができます。これがとっても便利。高いところから落ちるとダメージを受けるゲームですので、マルチプレイでは重宝します。さて、お次はガンナー。名前の通り大きなミニガンを装備しており、ハッピートリガーよろしくぶっ破することができます。敵がたくさん出てくるマップでは重宝するキャラ。そしてもう一つ、探索で大きな役割を担うのがジップラインを張ることができる。高いところ低いところどこでもジップラインで移動でき、そして移動中銃も撃てるので、ジップライン移動しながら安全に敵を倒すことができます。そしてバリア回復の速度を上げるドームシールドを置くことができるのも特徴。言うならパスファインダーとジブラルタルを足した感じ。敵をなぎ倒しサポートも行える万能ドワーフ。スカウトは言うなら調査兵団。グラップリングを装備しており、高速で高低差関係なく移動できるのが特徴。時間制限があるようなミッションなどはこのキャラがいると安心。一人でスイスイ仕事をこなしてくれます。強力な武器を装備しているので、孤立しても大丈夫、敵をなぎ倒していけます。やられちゃった時はまあただ周りに迷惑かけて死ぬだけです。突っ走る奥端みたいにならないようにしましょうね。キャラごとにレベルがあり、ミッションクリアして経験値をもらってレベルが上がります。レベルを上げて、武器を改造して強くしていきます。こちらはドリラーの装備ステータスなんですが、レベルが上がると改造できるようになります。選択制で、どれを強くするかを選択します。一つ選択すると他選択できなくなるので注意しましょう。どのキャラも操作していて楽しいですので、全部のキャラ触って遊んでみましょう。それではミッションに行ってみましょう。地域で取れる鉱石に違いがあり、時間によっても行けるところ行けないところが出てきます。今回は基本ミッション、採掘ミッションを選んで行ってみましょう。採掘ミッションは、指示された鉱石を取ってくるというミッション。他にも色々なミッションがありますが、気になった方はぜひ自分で購入して遊んでみてくださいね。ドロップポットに乗ってミッション開始です。
ここは地中奥深く、ドロップポットで約1キロ進んだ地底です。ミッションはモーカイトという鉱石の採掘がメインミッションになります。ソロの場合ボスコという名の機械がお供してくれて、一緒に戦ってくれたり、指定した鉱石を掘ってくれます。ドリラーだけだと、足場を作るスキルがないのでとても助かります。そもそもなんで鉱石掘ってんの？って思います？ドワーフなんですから鉱石掘って当然でしょう？え？ドワーフってそもそも何？わかりました。ドワーフについて簡単にお教えいたしましょう。ドワーフは伝説上の種族であり、民話、神話、童話などに出てきます。ゲルマン語において、とても背の低い人間。小さき者を表すそうです。ゲルマン語というのは、インド。ヨーロッパ語族のうちの一つでドイツ語、オランダ語、英語に影響を与えております。北欧でのドワーフ、ドイツにおけるドワーフで話は違っており、北欧では北欧神話で武器や宝の制作に優れた匠として描かれており、ドイツの民間伝承ではドワーフは女性がおらず、石から新しいドワーフが作られると言われているみたい。そして、ドワーフのイメージを定着させたのがトールキンのドワーフ。多分、トールキンとは J.R.R. トールキンのこと、人名である。このトールキンは中津国の物語を作った人であり、指輪物語やホビットの冒険などがある。日本でも流行ったと思うロード・オブ・ザ・リング。それの原作者がトールキンさんなのである。そのトールキンさんは北米ドワーフ、ドイツドワーフを参考に架空の物語の中にドワーフ族を作り出したのである。そのトールキンさんのドワーフの話にはこう書かれている。ドワーフは火事を司るアウレによって作られた。中津国の山々から貴金属を採掘し、加工した。最も有名なドワーフの貴金属はミスリルである。典型的なドワーフは鍛冶や石膏を食料としており、彼らが作り出す作品の中にはエルフの作品よりも優れたものもある。そう。ドワーフにおいて鉱石を採掘して加工するのは役目。世界が認めたドワーフならではのお仕事なのだ。鉱石にもいろいろな種類があるけど、武器のレベルアップとかも鉱石が必要になります。なのでガンガン掘って改造しまくって敵倒しまくってビールを飲みまくるんです。これこそがドワーフの仕事。皆さんもどうですか？アットホームな現場ですよ。隠された鉱石もあり、探して持ち帰ることによって報酬がアップします。ドリラーの便利なところは壁を壊すのが早いので、こういった隠された鉱石を見つけ出したりするのが得意です。違うミッションでモンスターの卵を探して持って帰るミッションがあるんですが、それも壁を壊していく必要があるんですがドリラーだとスイスイです。個人的にはソロだとおすすめはドリラーですかね。高い場所にある鉱石など相棒のボスコがやってくれるので足場作らなくてもいいですし。難易度が上がると、高低差が激しいマップ出てくるので、そういった時はジップラインとかあった方がいいかもですね。とにかく、鉱石掘って掘って掘りまくるんだよー。時間経過とともに、地中に住んでいるモンスターの大群に遭遇します。こうなったら戦闘態勢。鉱石掘り掘りを一時中断して敵を迎え撃とう。地中に住むモンスターということは、どこから来るかわからない。地球防衛軍の巣に入った感じで、横から上から下から敵が出てきます。これは結構緊張感あります。しかもこう今まで見たことないような敵が出てくるので、言うなら深海にいてわけわからん深海魚に襲われる感じ。なんか毒吐いてくるやつおるし、死に際に大爆発起こすやつおるし、ガス吐くやつおるし。そういうのも面白さの一つなんですけどね。とにかく、このわちゃわちゃ感を強力プレイするとくっそ楽しいんです。キャラがやられるとダウン状態になり、他プレイヤーの手助けで復帰できます。ソロの場合はボスコが助けてくれます。まだ難易度が低いミッションでやってますが、敵が強くなり、さらに洞窟のマップがもっと複雑になっていきます。めっちゃくちゃでかいモンスター見つけた時は、マジかよって口に出ちゃいましたね。じゃあなんか口から出てるー。左下の UI で青色のゲージがシールド。赤が体力です。シールドは一定時間で回復しますが赤は自動回復は基本しません。赤のゲージが全てなくなるとダウン状態になります。ボスコの下の緑のゲージが起こしてくれる回数。3つ緑のゲージがあると思います。それも全てなくなるとミッション失敗になります。ボスコも強化できるのでお供を強くして挑みましょうね。ミッションクリアするための鉱石を集め終わったらそこで終わりではありません。ここからが本番って言っても過言ではなく、地上に帰るためにドロップシップを呼びそこまで戻らないとミッションコンプリートにはならず、そう今来た道を戻らないといけないわけです。そしてこのドロップシップに戻るまで、敵がわんさか無限に出てきます。奴らが押し寄せてくる音がする。ドロップシップ到着したぞ、5分間待ってるから早く来いよな。ということで、時間制限付き。5分経つまでにドロップシップに戻らないといけません。この地を走ってる機械は鉱石を入れる機械なんですが、こいつがドロップシップまで案内してくれます。ただ、待ってはくれません。
どんどん進んでいっていきますが、明かりのついた目印を置いていくので、それを見ながら焦らず後を追いましょう。なのでプロのドワーフは、どう変えるのが安全か確認しながら進みます。余裕があったら変える道も作っておきましょう。直線的に行けるよう穴を掘っておいたり、ジップラインを設置しておくなどしておくといいですね。落ちてダウンして助けに行った仲間も落ちてダウンしてとかわちゃわちゃするのが醍醐味。対戦ゲームではないので、ダウンしても何やってんだよわらで済みますので、怖がらずオンラインプレイやってみましょうね。残り1分半ぐらいでドロップシップに戻ることができました。これでミッションコンプリートです。ミッション時間は21分。これで簡単なミッションになるので、難易度が上がるともっと時間はかかると思います。4、50分かかったミッションもあったと思います。ソロの方がやっぱり時間かかっちゃいますな。オンライン協力プレイだともう少し早くミッション終わると思います。さて仕事の後はビールだわ。これがないと仕事している意味がないんだ。マスターいつものやつ1杯な。ビールの中には、次のミッションに役立つステータスを上げてくれる飲み物もあります。まあそんなことより通話踊りながらビールよ。皆さんもぜひ仕事終わった後、好きな音楽に合わせながら1杯。ドワーフになって楽しいお仕事しませんか？応募お待ちしております。ハマること間違いなしですぞ。ということでディープロックララクテックいかがだったでしょうか？わちゃわちゃしながら楽しむ恐怖ゲーム。気になったらぜひ遊んでみてくださいね。今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の安価で面白いゲームでまたお会いしましょう。さようならー。